おはようございます。ここは JR 熱海駅です。ここまで来たってことは、今日は温泉にでも入ってゆっくりするの？今日は健康のために少し歩こうと思います。せっかく熱海まで来たんだし。まあ熱海まで来たなら一応温泉に入りたいですよね。そういった願いはこれで。あ、足湯？熱海駅前には足湯があるんですよ。温泉に行かなくても温泉気分をちょっと味わえるね。ここでちゃんと体力をつけてからウォーキングに挑みたいと思います。でもこういうのって歩き切ってから入るべきじゃない？順序逆だと思うんだけど。どっちでもいいじゃーん。あんまり良くないと思うんだけど。ところでこの足湯のすぐ近くではタオルが売られています。タオルを忘れちゃっても安心だね。足だけなら表面積も大きくはないから小さめなのもいいね。じっくりくつろいだところで本題に移りましょう。そうそう、今日はウォーキングの話だったね。どこまで歩くの？たった1駅、熱海から神波まで歩くのみです。1駅だけなら楽そうだけど。あれ、でも待って、熱海から神波って電車で行くと長いトンネルなかった？そうなんですよ、だから実質山越えになりますね。山越えって？熱海から神波までは電車だと7分で着くんですが、徒歩だとどれだけかかるんでしょうね。山予感しかしない。つべこべ言わず商店街を通ります。割と栄えてるやん。これぞ温泉街って感じです。いいなぁ、もうここだけで満足。おっぱい。あっという間に商店街を出ます。この地もまだ観光地として栄えていますよ。言われてみれば車の交通量が多いね。目の前に温泉あるやん。せっかく熱海まで来たんだし。ですが私は、それが見えても私は歩き続けます。それは残念。残念だけど今温泉に入ったら動画の趣旨から外れちゃうからね。ここまで平坦な道が続きましたが、ここから急な坂となります。うわぁ。それでも私は歩き続けます。にしてもさすが熱海駅。歩き始めて10分でこれですよ。まだ10分なのにこれってすごい。熱海ってすごい山ばっかりだね。ここからいよいよきつくなるので足腰は鍛えておくべきです。少なくとも自粛明けとかに覆って挑むようなやつではないです。熱海は確かに美しい街なのですが、歩くとなるとやはり牙を剥きます。もう疲れた。まだ15分くらいしか経ってないんだけど、体がなまってるんだよ。言われてみればそうかもしれないわ。はい、しばらく歩くと木の宮という伊東線での熱海の次の駅に到着しました。ここまで歩いて22分だったけど、坂道だったからきつかったね。あ、電車が発車してく。伊東線に直通もするけど、主に東海道線を走る E233 系が回送列車として発車しましたね。そんなシーンを目撃しても木の宮駅には入らず歩き続けるのね。そうなんですよ、ここまではまだむしろ前菜ですらないから。お、もう神波行って森が見えてきたね。早速到着かな。確かに景色はいいんだけど、道が過酷だね。よし、そろそろ歩こう。ちょっと悲しくなってない？だって30分でこんなに足が疲れるとは思わなかったもの。頑張れ、まだまだ序盤だよ。道中にコンビニがありました。ちょうどいい感じのところにセブンイレブンが。どうする？寄ってく？どうしよっかなぁ。いや、私は歩き続けようと思います。そうなんだ。倒れないように頑張ってね。ちょっと歩くとミニストップがありました。寄ってくべきじゃない？歩き続けます。そうなんだ、頑張れ。ちなみにここから先、しばらくコンビニはありません。いよいよ道がやばくなってきたね。もう歩行者がまるで見えません。そりゃあこんな危ない道を歩いている人なんて普通いないよ。こっち側の歩道が。それでも歩き続けるんだ。もはや車しかないじゃん。足が棒のようになってしまってます。良い子のみんなは絶対真似しないようにしよう。熱海から神波まで歩くのは別に今回が初めてではありません。2回目ってこと？そうなんですよ、その時も辛かった。そうなんだ、なんでまた歩いてんの？いやはや、ちょっと暗い運動しなきゃと思いまして、天高く折れ越えてしまったためでございまして。何それ？やるにしても他の運動やったでしょ。にしてもここすごいですね、仙人とか住んでそう。絶景だねー。というかここって歩行者が立ち入っていい場所なの？ここに来るまでに歩行者立ち入り禁止とは書かれてなかったので大丈夫な図です。とは言ってもねー。ご覧ください、あそこに標識が。なんて書かれているのかな？お、神波の文字が。鹿
かしまだまだ序盤です。あと10キロ以上あったはず。お、遥か遠くに橋が。あのですね、私すげえ嫌な予感がするんですよ。というのもさっき見えた橋、後で渡るんじゃないかなって。あんな遠いのに。あそこまで行ってもまだ前半っぽそうですし、先は長いです。っていうか上り坂がマジできつい。足腰鈍ってるんじゃない？否定できない。わかった。はい、交差点に到着でございます。ここを左折すればしばらく直進です。ちなみにここも歩行者禁止の看板はないので立ち入ってもいいと思うよ。さっきから危険な道ばっかり。嫌な予感は当たりました。あ、あの橋が。歩くとなると怖いな。ちょっと意外なのはさっきの場所から10分でここまで到着したということです。へえ、ちょっと意外。夜メロンなら70年くらいかかりそうだったけど。何、私ってそんな体力ゲボカスだと思われてんの？あそこに見えるのがさっきまで歩いてきた道かしら。こうして見るとなんか達成感があるね。ちなみにまだ3分の1くらいでしかありません。やっぱりあのミニストップ寄っとくべきだったんじゃ。やったー、犠牲なしだ。おめでとう。ありがとう。おめでとう。ありがとう。おめでとう。ついに長い長いトンネル入りです。長い長いトンネルだな。木の宮駅に引き返していいですか？もう戻れないよ。ああ、光が遥か向こうに。300メートル進めば曲がり角なり。絶対300メートル以上ありますよねこれ。 GPS がおかしくなっちゃってるのかなぁ。靴ひもほどけた。結ぼうよ。ここで結んだら危険なのでトンネルを出たらにします。一体いつ出れるのやら。15分ほど歩いてやっとトンネルを抜けます。意外と早かったね。というわけで靴ひもを結びましょうね。結局ここも危険じゃない。この辺の GPS が正しいのかな。ってことはもう少し先で左折かな。そういうことになるね。おおよそこの辺で左折できる雰囲気じゃないんだけど。あ、ここで左折なんだね。一体どんな道なんだろ。行けそうですね。よし行きましょう。行けそうって。さっきと雰囲気がまるで違うな。車なんて通れなさそうだな。私みたいな歩行者も歩きたくないです。それは歩こうよ。いやしかし見てくれよ、どんどん歩きづらい地面になってきているからな。柔らかそうな地面なのにな。歩いているという事実は変わりませんし、何より虫とか蜘蛛の巣に遭遇しそうなので、そういった面での苦痛は大変大きいものです。よいな、虫が怖いってことでしょ。虫も克服できないし体力もないし、それに突然走り出すのも怖いよ。ゆるくて変わり映えのしない場所をしばらく歩いたらやっと民家が見えてきました。ずーっとビクビクしながら歩いてたもんね。でも綺麗な景色だね。右側に目を向けたら。なになに？まさか。そう、先ほどまで歩いてきた橋です。あんな遠くから。何よりも信じられねえのは、ここまで歩いてもまだ到着しないということです。だけど、もう半分なんでしょ。そう、だから頑張るよ。なお足はもう棒どころか地面。牧場の脇を通ったらまた上り坂ですよ。なんか登って降りてまた登るのって精神的にきついよね。お姉さん。なに？乗らん？すっごいわかる。だよねー。僕も。なんかちょっと序盤の風景っぽいのに戻ってない？出発から2時間半経ったけど、なんか戻ってきた感じがしなくもないです。それはそれでいいけどね。それにやっぱり距離としては進んでいるんでしょ。それならいいじゃん。頑張ろ。なんか信用があんまりできない看板だね。左に行った方が近いのかな？ナビによるとさっきのところはですね、逆方面に進んだ方がいいみたいです。背いた。ここいらで、帰る時に踊り子に乗りたいという思いが強まってきます。そういえばそんな動画が上がってたね。あれ新幹線で帰ることも考えたんですけど、せっかくなら乗っておきたいというわけでね。そうした思いから関南駅への歩みを早めることになります。まだ走れる体力はあったんだね。でもどうせすぐ息切れするんでしょ？当たり前だろうが、私体力ないんだぞ。さらに歩くといよいよちゃんとした道路になってきました。ガードレールを見てこんなにも懐かしさを覚えたの初めてかも。お腹すいたし眠いです。ここまでコンビニとかなかったの？あのミニストップ以来、コンビニはおろか飲食店っぽい飲食店すらもありませんでした。過酷。あれ、待てよ。どうしたの？あれさ、もしかして。ん？目的地の神奈川駅が大わーいやとあはははー。そうと決まったらもう早いです。最後の力を振り絞って坂道を駆け下りていきます。目的地が見えると一気に体力が回復するタイプ？すんごい手ぶれしてる。ほら、見てください。ここにちょっとした川が流れていますよ。
川も私たちを祝福しているというわけ。東海道新幹線と東海道本線のガード下を通れば間もなくホームです。ご覧ください。ちょうど211系が熱海方面へ向けて走っていきますよ。そんなわけでいよいよ関南駅に到着です。ここまで3時間50分くらい長かったね。距離はどんくらいだったの？ざっくり16キロです。いやはや、マジできつかったっすね。自動車ばかりで歩行者はいなかったし、坂道は急だったし、16キロもあったし、でもそれだけ達成感がありました。それでは、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次も見てね。最後に、この熱海から関南間を歩いたからこそ分かったことを言ってお別れしましょう。